ふーん、こんなに早くわかったんだ。君は本当にびっくりするほど鋭いんだね、専門家。でも残念、今の君は何もできない。ずっと一人で工房に引きこもってた君が悪いんだよ。さて、次は面白いことをしようか。ほう、これが君の過去？君は私たちの中で最も鋭いナイフ。奴に握られたら終わりだ。だから、今すぐ死んでほしい。もう、ショーの最中に舞台裏に侵入するだけじゃなく、魔術師を脅すだなんて。まったく、このお客さんってば。なんで？ケビンが死んじゃったから？今回は私一人しか残ってないの。以前ならいつ目覚めても賑やかな場所だったのに。やっぱり少し慣れないな。静かすぎる。これは。おかえり。次は今世紀最高のマジックショーを用意したよ。私はシーツを上がって。この程度？やっぱり。やっ。じゃない。未完成のアイデアの方が魅力的でしょ。ラジャー、そろそろ。特殊な立場だったけど、外での仕事もやってたよ、ラジャー。やっ。私は死ぬ。どこ、この程度？やっぱりこっちだね。
寝坊ばかりするのは良くないよ。面白いショーを見逃してしまうからね。やっぱり君だったんだ、大魔術師。仕方ないよ。君を最初に出迎えるのはいつも私だからね。うん、ありがとう。でもマジックショーは遠慮しておくよ。そんなのつまらなさすぎるよ。すべて君の驚いた笑顔を見るために用意したのに。でも確かに今回のステージは簡素だったね。もっと時間があれば目覚めた君に特別なステージを用意できたんだけど。本当のことを言うと、そんなサプライズがなくても君に会えるだけで嬉しいんだ。何せもう随分時間が経ったから。そうだね。ここにも大きな変化があったくらいに時は流れた。でも幸い観客はまだ着席してないし、本番もまだ始まってない。いいタイミングに来てくれたね、友よ。ところでここをステージにするなんてのはどう？ここ、それからここに照明を設置すれば華麗な演出ができると思うんだけど。この場所、またこんな風に改造されたの？正直に言うと、結構変だと思う。ステージにするなら、たとえ照明を全部設置したとしても、君の求める雰囲気にはならないだろうね。うむ、確かに難しい課題だね。照明が当たらないような隅っこはどうしても出てくる。けど、演出のクライマックスにはひねりも必要だよ。そういう視線の届かないようなところがあった方が期待できる。そうでしょ？でもね、友人として一つ忠告するよ。今はあそこに行かない方がいい。指揮者に捨てられた後、彼女は相当怒ってたからね。でも、私が阻止しないと。焦らないで。今の彼女はまだ君に気づいてないだろうから、まだ十分に時間があるはずだよ。ひとまず今は好きにするといい。適当に歩いたり、居心地のいい場所で計画を考えたりね。せっかく目覚めたんだ。思い切り楽しもうよ。それによく考えてみて。君にはどうしてもしたいことがあるんじゃない？うん、そう言われてみれば確かにやりたいことがある。ほう、なになに？どう表現すればいいかな。この計画は少し複雑だから、具体的な流れはまだうまく言えない。今明確なのは、あるものの修復をしなければならないこと。私は、やっぱり行動するよ。他にも、これからやらないといけないことがたくさんあるかもしれないし。まあまあ、そう焦らないでってば。君が去る前に、特別な演出をプレゼントするよ。まさか、また爆弾とかじゃないだろうね。いやいや、私が古い友人にそんなことをするような人に見える？よく見て。今回は定番のカードマジックだから絶対
対に安全だよ。さあ、好きなカードを一枚選んで、その柄を覚えて。そして、君がそれを当てるの？それって、一番簡単なカードマジックじゃない？その通り。何せ君が最初に覚えた手品だからね。黄昏の街にいた頃は、子供たちに大人気だった。さあ、付き合って。これは普通の手品じゃない。本当に欲しいカードを当てるマジックなんだ。あまり違いがないように聞こえるけど。ちゃんと選んだね。口に出さずに心の中で暗唱すればいいの。スペードのキング。次はカードを3つに分けるよ。もちろん、私たちが知ってるマジックのルールだと、1枚目のカードはなし。珍しい。彼女は本当におとなしく手品をしてる。君が求めているカードは、これかな？残念だけど、私が選んだのはスペードのキング。あれ？でも、君が求めているのはこのカードだ。そうだよね。手に取って細かく見てもいいんだよ。武装カード。ああ、なるほど。この感覚、忘れかけてたよ。今回の演出はどうだった？気に入ってくれたでしょ？だって、今世紀で最も偉大な魔術師は、一度もミスしたことがないからね。ありがとう。確かにこれは、私が欲しかったカードだよ。でもまだ足りない。今はまだ原型に過ぎないからね。なら、他の人たちに会ってみたらどう？彼女たちと話したら予想外の収穫があるかもしれないよ。さて、今回の演出はここまで。本番が始まる前に、うまくいくことを願ってるよ、我が友。そうだ。武装カードのこと以外にも、よく覚えてないことがたくさんある。何せ、長い時間が経ったから。そういえば、前回みんなとおしゃべりしたのは、いつだったかな。空気が甘い。キャンディーの匂いかな。
唯一無二で彼女だけが作れる匂い。この辺りに百味がいるのかもしれない。探してみよう。断りの存在はもちろん認めてるよ。そうでないと覆しようがないからね。私がそう望めばそれができる。痛めつけるとしよう。フクス早めに気がつくです。これはグミ？百味が落としたものかな。ひとまず拾っておこう。私がそう望めばそれができる。この程度？私がそう望めばそれができる。特型武装吸収。形をしたグミ。全然食欲が湧かないよ。変えよう。ここにいたんだ。普通なら遊園地にはだいたいお菓子屋さんがあるでしょ。いろいろ考えたけど、やっぱりペロペロキャンディの方が遊園地の雰囲気に合うと思うんだ。キャンディを食べながら遊べばきっといい一日になるはず。そういえばその辺でグミを拾ったんだけど、君が落としたものだよね。あ、ありがとう。それで君もペロペロキャンディーを食べる？うん、いただくよ。この橙色はオレンジ味だよね。歯を傷つけないように気をつけて。シロップの中にボタン、もしくは他の何かが入ってるかもしれない。どうせ他の客も来ないし、どうでもいいけどね。ん？スイカ味だったんだ。うん、この緑の味はチョコレートに似てる。じゃあこのピンク色のペロペロキャンディーはどんな味がするのかな。あ、それは試さない方がいい。どうしても食べてみたいというのなら私は止めないけど。唐辛子味だよ。相変わらず予想外のものばかりだね。特殊な調味料を見つけてちょうどよく配合すれば様々な味を作り出せるんだ。言葉では表現できない味もいくつかあった。だけど役に立たないんだ。それらの味を気に入る人はいない。というよりそもそも食べようと思ってくれる人がいない。世間の百味を集めてもそれらのレシピは
役に立たない紙くずでしかない。なんて言えばいいのかな。昔の私もよく自分自身のことを否定してたから、その気持ちはすごくわかるよ。私たちはどちらもビルビーだけど、残念ながら私は料理が得意じゃない。料理をするときはあり合わせで済ますことが多いしね。それでもたまに考えるよ。こういう調味料を入れたらどんな味になるかなとか、二つの調味料を合わせたらどんな味になるだろうとか。きっと君にもそういう考えがあったんだよね。そういう好奇心があったからこそ、様々な味を持った食べ物が生まれたんだと思うよ。もしそうじゃなかったら、この世界はもっとつまらなかったはずさ。なんだか、遠い昔の君もそんなことを言ってたような気がする。そうかな。かなり前のことだから、初耳だって思ってくれない？でないと気まずいからさ。ああ、構わないよ。あ、時間といえば、こっちもそろそろかな。おや？見たことのないお菓子だ。結構ユニークだね。君の新作？そういうことになるのかな。作ったのは初めてだけど、このレシピは頭の中で何度も練習したから。ずっと、とあるレシピを、もっとも私を代表するレシピを考えてたんだ。食材は限られてて、味にはどうしてもズレがある。これは未完成品だってそう認めざるを得ないけど。未完成品。君が嫌じゃないなら受け取ってほしい。このビルビーのレシピを。甘い。これが百味の力。そうだ。対ケビン武装タイプ68を見なかった？あの、全自動カード助手ロボットのことかな。確か、よく遊園地の方でぼーっとしていたような気がする。探してみるよ。ありがとう、百味。どういたしまして。その未完成の部分は、頼んだよ。何せ、それは君だけができることだから。数がどんどん増えてる。私がそう望めばそれができる。どうやら長くは持たないようだ。地方空間の目くらましは
すぐに奴に気づかれる。私に残された時間はそう多くない。幕を上げよう。真実で虚妄を作り、矛盾で意義を反転させる。もしあのロボットを見つけられたら、カードに関する情報をもっと得られるかもしれない。この近くにいるのかな。とりあえず探してみよう。ここにはいない。やっぱりこっちだね。ここにもいない。あのロボットどこにいるのかな。ルールを欺く。私からすれば、まさか他の場所に行ったとか。もう一つ可能性がある。もしかしたらもう。やっ。真実で虚妄を作り、矛盾で意義を反転させる。オーバーヒート。どこへ行く。出番だよ。曲が飛ぶ。私がそう望めばそれができる。今こそ幕を下ろすとき。歓声を上げたまえ。でも今回探してるのは君じゃない。ごめんね。こんなに時間が経ったのに君は何も変わらないように見える。それもそうか、君だもの。ここがどんな風に変わっても君は変わらない。ほう、思った通りだ。うん、昔と同じように相手が気づく前に急に現れるんだね。昔話は後にしよう。君がここに来たという事実は、私の予想が的中したことを証明している。君の執念はあの日と同じように深いようだ。その執念が昨日誕生したばかりの金属物、不規則な球体を探すように君を駆り立てている。不完全な願いを実現させるために君を動かしているんだ。そうだね。それは彼女が残した遺憾だってきちんと理解しているんだ。でも私たちは過去は変えられなくても、最後の瞬間が来る前にその感情をできるだけ補うようにすることができるでしょう。ああ、だからそれは君の遺憾でもある。もしかしたらこの行動が形勢を逆転させるきっかけになるかもしれないし。ロボットを使い武装カード修復の近道を探す。いい考えだが残念だ。あのロボットは生徒の訓練に忙しい。生徒。彼女が今でも頑張ってるとは思いもしなかった。少し感服してしまうよ。それで君はこれからどうするの？機械の修復は君の得意分野じゃない。
確かにそうだけど、幸い多少なりとも理解はあるよ。甘く見ないで。これでも一応リルビーの一人だもの。みんなと比べたら才能は劣っているだろうけど、だけど私はみんなを信じてるし、自分自身のことも信じてるから。そっくりだ。あやつの返答も君と同じだった。今という状況で武装カードを完全に修復するなら、おそらくあの場所に行くしかないと思う。そうだね。では、君の時間を邪魔しないでおくよ。待って、一つ質問がある。君がここに来たのは、私に別れを告げるためだったの？もちろん違う。再会のためだよ。そう。君もいたんだ。どれくらいここにいたの？学者から情報をもらってすぐここに来たんだ。でも残念ながら専門家の操作システムがあまりにも複雑だったから、今ようやく理解できたところだよ。同じ工事部門とはいえ、やっぱりそれぞれの得意分野がある。そうだ、少し休んでお菓子を食べたらどうかな。この操作台を起動するにはもう少し時間がかかるんだ。私たちがうるさいからって専門家はいつも一人で作業してたからね。そうじゃなかったら今こんな面倒なことになっていなかったのに。そういえば遠い昔のことを思い出したんだけど、覚えてる？あの時専門家がすごく怒ってて。ああ、なんとなく覚えてるよ。工房がめちゃくちゃになった時のことでしょ？そうそう。ちょっとした事故があって、私は本来眠ってるはずの時間に急に起こされたんだ。我に帰った時、私は工房の中にいて、目の前は一面の赤。1100の機械がアラートを出してて。わお、それはかなり刺激的だね。私はできるだけ専門家の図面を探して、何があったか、何か挽回できることはないか、把握しようとした。でも、君も専門家の癖を知ってるでしょ？結局、得られた収穫は何もなかった。だから、自分の直感を頼りに、
ボタンを押しまくってみたんだけど、そのせいで攻防がめちゃくちゃになったんだ。道理で専門家があんなに怒って、メッセージボードに数十ページにも及ぶ攻防の安全管理ルールを書いたわけだ。その後は？その後はもちろん全力で謝ったよ。そもそも私が悪かったから。でもあれから専門家は作業日誌を書くようになったよ。なるほど、あの頃から始まったんだ。え？あの頃から私がほとんどの作業を専門家に押し付けてたって彼女に気づかれたのか。道理でだんだん騙せなくなったわけだね。さて、作業台の準備は終わった。いつでも始められるよ。準備はいい？もちろん。魔術師のカード、百味のレシピ、学者の予言、専門家の図面、それから私の全部。忘れるところだった。あと私のサインも。はい、これがプロセス修復の最後の一歩になるはずだね。ミスがないといいんだけど。え？私の操作に何か問題があったの？いや、君の問題じゃないと思う。勝手に入ってきた訪問者、つまり私たちはいつでも奴に気づかれる可能性があるってことだ。そうきたんだ。ふむ、ちょうどいい。武装カードの最初の被験者になってもらおうじゃないか。私は修復システムの正常稼働を死守する。残りの演出は君に任せるよ。虚毛を作り、矛盾で意義を反転させる。つまり？私がそう望めば、それができる。もっと上がって！真実で虚毛を作り、矛盾で意義を反転させる。直接の驚き、ご成長ある。私がそう望めば、それができる。私がそう望めば、それができる。この程度？真実で虚毛を作り、矛盾で意義を反転させる。真実で虚毛を作り、矛盾で意義を反転させる。
虚毛を作り、矛盾で意義を反転させる。マクホロッドキック、完成をあげたまえ。もう増えてる。もっと悲鳴をあげて。真実で虚毛を作り、矛盾で意義を反転させる。どこへ行くつもり？ラジャ。意外とうまくいった。これで講師が完成させられなかった天才の最後の作品、武装カードの修復が完了したね。彼女が見たらきっと喜ぶはずだ。いろんな角度から見て奇跡と呼べるわけだし。そうだね。さて、君がやりたいと思っていたことの一つが形になったよ。そんな顔しないで、笑ってみて、ね。まだ祝杯をあげる時じゃないけど、少なくとも目標達成の喜びを感じさせてよ。わかった。じゃあ、ここの配置を少し変えてみよう。これで少しはマシになったかな。いいね。少しお祝いの雰囲気が出てきた。アフタヌーンティーのお菓子も用意しようか？遠慮するよ。アフタヌーンティーを始める前に君に教えたいことがある。多分君はもう知ってると思うけど、奴に関することだよね。その通り。ごめんね、悪人を犠牲にしこんなリスクのある冒険をして。君の気持ちは理解できるよ。同じように彼女の反逆も理解できる。少なくともビルビーを生かすための唯一の方法だったから。待って、君まさか。おや、やっぱり自分自身はごまかせないんだね。うん、最初から彼女は全力でビルビーを生かすって信じてた。そして君が呼び起こされることもね。君ならきっと悪人と侵食の律者の認知の資格で生き残り、抜け出す計画を考えてくれるはずだから。それが私の最後の式だよ。計画といってもまだ詳細が決まってない部分がたくさんある。私はみんなの中で一番普通の存在なのに、私の力だけで本当にできるのかな。君ったら何を考えてるの？君は一人じゃないでしょ？忘れないで。私たちはずっと君のそばにいる。君が望めばできるんだ。今のようにね。違う？君はいつだって簡単に他人になれる。計画を話し合って対策を作ることもね。どう？少し気が楽になった？うん。さて、これからのことは君に頼んだよ。まだ用事があるから
私は先に失礼するよ。じゃあ、またね。最適なタイミングを見つけるために、少女は待っていた。時間つぶしに物語を作り始めるほどに、長く待っていた。彼女は挨拶の仕方を何種類も考えた。あのライデン・メイという名の女の子が現れた時、彼女は相手にこう話しかけようと決めた。どう自己紹介すればいいかな。久しぶり？それとも、はじめまして？さて、物語はここでおしまい。どうだった？そうだね。脚本家としての才能はあまりないみたいだ。何かを待ってる時はいつも時間の流れが遅く感じる。気づいたら昔のことをたくさん思い出してしまった。もし未来で誰かがこの記憶を目にしたら困惑するのかな。劣等感と自負心、真剣さと情熱さ、私たちの間には矛盾があり、対立もある。だけど、彼女たちはどれも、ビルビー。本当の私だ。以前から、人類は矛盾の集合体だった。普通の人にだって、全く違う二つの思いがあったりする。そうでしょ？例えば、何かを決めようとするとき、いつも頭の中から二つの声が聞こえてくる。こうしよう、とか、これじゃダメだ、とか。かつての私は、そういうジレンマに陥るような選択が苦手だった。迷ってばかりで、何も決められない。幸い、指揮者は何かを決めるのが得意だったから、ほっとした。魔術師はコミュニケーションが得意で、煩雑な付き合いは彼女に任せればいい。学者の博識さ、専門家の真面目さ、それに百味の料理の腕。彼女たちがいなかったら、私はここまでやってこられなかった。タイプ5は、いつもあんな感じだった。保険として、ある程度、彼女はみんなの期待を背負ってた。そして最後の一人は、彼女に会ったらわかるよ。いつか、君に教える機会が来る。ここまで話したら、なんだか、私だけがサボってる気がしてきたな。違うんだよ。本当は、私にも私なりの布石がある。私はある賭け事を仕掛けた。君と会うのが楽しみだよ。
ライデン・メイ。きっと私たちは話が合うと思う。でも、君が私に会ったら、きっとがっかりするだろうね。何せ、他のビルビーに比べると、本当の私は相当普通だから。逆に考えると、それも一つのサプライズ、一種の逆転になるかもしれないね。忘れないで、私は詐欺師だから。螺旋のビルビー、最大で最も華麗なフィナーレが、もうすぐ始まるよ。そう、噛み合う歯車のように、マジックの要は周密な計画にある。伏線を張るのはここのマジックショー。お気に召したかな。